なんだろう。こりゃマグマか。砂漠の暑さなんてどうでもよくなるな。どれだけ頑丈でも落ちたらおしまいだぜ。気をつけてくれよ。そういえばローランさん、なんだか様子が変じゃなかった？そうか、ちょっと疲れてんのかもしれねえな。ありがたいことにいろいろと助けてもらってる。ほ、全部終わったら埋め合わせしねえとな。いただき。こいつはお宝探しやってみるか。なんか光ってる石が出てきたぞ。全部集めてみようぜ。お、気にすんなって。また挑戦してみようぜ。挑戦してみようぜ。この光、危ないものじゃなさそうだけど。あの光ってる石を触ればいいんだよな。頑張れよ。照準が近いわ。おい、あそこを見てくれ。あの野郎は。来るな。何？聖少女で戦っていたのかしら。さあな、いずれにせよ私たちの敵であることに変わりはない。こいつは火山の噴火が始まったか。島を見て、マグマ
とにかく目の前の道を進むしかねえ。それ以外は考えるな。聖少女姿形がバハムートと似ていたわ。ルリアちゃんを取り込んでいるのと関係があるというの。なんだあいつ、マグマの中でもがいて。うわ、マグマの波だ。あんなのに飲まれたらやけどじゃ済まないわ。あの岩の陰に隠れるんだ。一時的にはやり過ごせるだろう。今だ、ヤツを追いながら距離を詰めろ。結果的には助かったが、やっぱりとんでもねえ野郎だな。今ならいけるわ。追いかけるのよ。この男、あれほど真に迫って戦うとは。本当にルリア。でもよ、あの野郎が救い出してもまた連れて行かれたんじゃ元も子もないぜ。だな、出し抜かれるわけにはいかねえ。あそこで行き止まりのようね。接近戦に持ち込む。そんな大丈夫かよ。嘘だろ。カリオストロが危ねえ。すまない、耐えてくれ。誰、バカロ。追い詰めたぜこの野郎。ルリアは返してもらうからな。ルリア、ここだ。もう少しの辛抱だ。一体どういうつもりだ。まだ何が起きている。お前たちには関係ないと言ったはずだ。ええー、な、うまく勝てなさい。足元注意。そこ、それ、レンガさい。頼んだわ。はい、クルーズ、はい、援護助かる。任せて。これで決める。デイク、さあまだまだ続けに。この光はルリアちゃんから発せられている。出せるか。ルリアちゃんの防衛本能。攻撃が全然通じない。お母ちゃん、手も足も出ないわ。威風をつかさどるは星神。なんという拒絶の力。なんとなく分かった。まだまだ。あなたたちがルリアちゃんを連れた祭壇を巡る際、威風を司る聖少女の力の特性で逆にルリアちゃんが取り込まれてしまう。ことのあらましとしてはそんなところかしら。ならもうやっぱり触媒をルリアに直接使うしかねえで。
そうだ、ラビーク。私たちが月を作り出す。やってくれる。そんな。もちろん。セヤピ。もちろん。もう少しで一斉攻撃を仕掛ける。そこで一瞬隙が生まれるはずだ。準備はできてる。頼んだぜ。ごっつぁん。また追うしかねえってか。だが間違いなく触媒の効果はあった。次で決着をつける。皆さんお待たせしました。セーブか。おいら任せてくれ。もうここまで来て諦められる関係だ。あいつら下でやり合うつもりだ。申し出と。さっきトカゲが放った青い光、あれがルリアの救う手立て。だったらなんだ。また俺たちを打ち負かして奪うってか。この聖少女を相手にしながらそれができるかしらね。聖少女、星神をお前たちがそう呼ぶのか。教団は聖少女の力を欲してルリアちゃんを操って、しかし逆にルリアちゃんはギフの聖少女に取り込まれてしまった。つまりこの状況はイレギュラー。あなたたちと一緒にルリアちゃんを救出する。そういうことでいいわね。ああ、そしてこいつを倒すにしてお前たちだけでは骨が折れるから。双方の利益と目的が合致しているからこその共闘というわけか。好きにすればいいけど、私の足は引っ張んないように。それ、実験からの、そこだ、覚悟しろ。いや、今この光だ。攻撃が通らねえ。デク、来ないぞ。さっきと同じ手順で行こう。なさい。隙を作り次第、触媒を使ってくれ。分かったぜ、任せてくれ。通用するね。まだまだこんな程度だっていい。どこ見てんの。ここだ。来なさい、甘い。
まだまだからの、相手の動きをよく見ないとだね。島ごと焼き尽くしかねない力に早く決着をつけないと。待ちそうよ。
っちも消耗しているのは確かなんだ。ここまで来たんだ。倒れるわけにはいかない。仕切り直しか。だが確実にダメージは蓄積しているはず。まだまだもう一丁。ここだ。ダイいけ。もう一丁。まだまだからの。はっ、なめだよ。来なさい。来ないよ。はっ、せーよ。このままじゃやばいぜ。はっ、はっ、よっ、ふっ、打ちつける。せいっ、今来なさい。守りならばそこ、はっ、勢力の外、はっ、ここだ。ガン、おい、お前も頑張れよ。ウリアを救いたいんだろう。見た目に反して純粋な心の持ち主なのかしら。当たり前だ。確かにな。ガンからのいよいよクライマックスだな。そろそろ蹴りつけようや。本気出していい？この程度か。語りなさ。君に続こう。せめて奴らかに中。ここだ。今。ザザモネジ捨てるわよ。プロミネンスダイブ。カリオストロ。これで終わりだ。アルスラグナーク。すごいです。ひらめけ。バーストゲイル。さて、次に行こうか。一丁上がり。行け。まだまだ。お待ちかせなさい。からの。ダン。もう一丁。手応え的には次で行けるはずだ。決めてくれ、B。いつでも行けるぜ。アルペン。まだまだ。行け。からの。ここだ。レク。まもなく一斉攻撃で隙を作り出す。仕事最後だぜ。諦めねえぞ。団長、ルリア。ご苦労様でした。なんと哀れで惨めなのか。今のあなたたちはまさに空虚な舞台に舞う哀れな傀儡。それを操る意図は巫女との絆、ちっぽけな希望に他なりません。ですがあなたたちが抱く希望もまとめて私が救済しましょう。すぐに理解することは難しいでしょうが、抗わず受け入れなさい。愚か者どもに裁きを。強弾の王者は自らが出てくる。みんな守りを任せて。ここで決着をつける。決着？守りが勝ち。争うつもりはありませんよ。あなたたちに救済の安らぎをもたらしたいわ。抗いは無意味です。はっ、せい、せい、さい、やらねえ。堂々と勝負しやがれ。そこです。なんて威力なの。それ近づいたら危険だわ。
我らが試練の旅にいよいよ大詰め。ほらほら、あなたたちには最大の敬意。そしてリムは私への共鳴。さすがに救済は訪れるでしょう。分かっていますか。それこそが唯一にしてムーンの道。あんたに用意される道なんていらねえよ。悪いが俺たち気空士は自由が信条なんでね。そんな、さて、そろそろ次の章へと進みましょうか。試練の果て、いよいよ門は開かれた。我が計画依然滞りなく。これは何をするつもりだ。聞けない、このままじゃ。なぜ救済を拒むのです。最良の道であるのは疑いようがないのに。あくまで同意しないと。巫女のことを思えば、本来あなたを傷つけたくなどありません。ですからどうか見届けてください。釈然たる私の救済を。汚ねえぞ、返しやがれ。返す？これはもともと私たちのものです。なぜあなたたちがこれを扱えたのかはいささか疑問ですが、まあ今となってはどうでもいいこと。これほどの成長があれば、今度こそ。頑丈に作ってくれたみたいね。私の力でも外せそうにないわ。ちくしょう、ここまで来て手詰まりだってのかよ。まだ手は残されています。これはローランドだ。あなたは？ボルカンボーラまでリリスの手に落ちてしまいました。もう猶予はありません。どうか協力してもらえませんか。この空を救うには皆さんの力が必要なんです。ローラン、お前何か教えてくれ。お前さんが知ってる。ええ、もちろんですが、そこで全て。じゃあ頼むぜ、ローラン。わかりました。ではまずこれを見てください。こいつは確かテンペールのクラカーン。ここまでリリスは各地に眠る聖鐘獣の封印を解き、聖鐘の力を集めてきました。そしてその力を回収するための器として、リリスの狙いは近畿の大聖鐘獣アンラマインを復活させ、大量に集められた聖鐘はその聖鐘獣を起動させで、そいつが大層なクセモンってわけか。アンラマインは門を司る聖鐘獣。その力を使えば理論上は星の世界へ渡ることも可能です。それだけ聞くと便利な力って感じで危ない。移動だけならば。問題はそのゲートを生み出す過程にあります。ゲートはつなぐ空間の距離に比例して生成、例えば
星の世界への距離がどうこうっていう次元じゃないの。ってことはつまり、はい、規格外のエネルギー、そうした莫大な力が一瞬で働けば、何が少なくともゲート生成の余波でゼーガグランデ全域は、いえ、あるいはこの空の世界の大半、なんだって。今から約15年前の話です。アンラマインを復活させた星の世界へのゲートを開こうと試みました。幸い何らかの要因、それでもいくつかの島は人が住めない土地に生き残った人たちは今でも拭えないトラウマを抱え、そんな、そして今リリスは力ある聖章獣4体分の聖章を使い、今度こそその余波の破壊力たるや計り知れない規模になるのは明白。あのような残酷な出来事は、ちょっといいかしら。彼女リリスは星の民なのね。あの異様な力と星の世界への固執、星の民、かつてこの空を支配した者たち。その通りです。そう、それでそれを知っているあなたは、なんだと。少し前から違和感はあったわ。あなたはこの空域の常識の輪から少し外れている部分があった。マジかよ、星の民の生き残りだったのか。すまね、どうしても警戒しちまってな。あれは教団のラプトル。おいおい、追ってきたってのかよ。仮に脱出に気づかれていたとしても早すぎます。よりにもよってこんな時に鉢合わせすると。考えるな、後だ。とにかく迎え撃つぞ。こんな戦いは不本意ですが、なぜ彼らはこの航路を。間違いない。異分子の一行だ。方位神経を取り、奇襲戦を制圧せよ。どうやら遭遇戦のようだ。彼らの進路に私たちの奴方からの合わせてくれ。なかった。まだまだって。わかりました。皆の力があってこそだ。よくも同感ですよ。かかる戦闘時の細かな承認は不要だ。異分子粛清はリリス様の直命である。まさか、そういうことですか。この航路で遭遇したということは、やはり彼らの目的地。どういうこと。何か心当たりがあるのか。一応の検討。とにかく今は彼らの撃退を。どういうことです、カタリナ君。ご謙遜を。ローラン殿の剣こそ実に凄まじい。まだまだ早かせ。よくやったな。見逃してくれそうにはありませんね。それにしてもこれはローランの強さ。さすがは星の民ってとこか。カリオストロと一度目。このまま口出しにしてやんな。もっと暴れていいってわけね。はい、逃がすなよ。承知した、承知です。オラオラ、まだまだ行くぜ。カリオストロさん、サポートします。そこ、来なさい。コンサテンからのチャンスです。言われなくても。皆さん、今です。了解。それ、このせや。遅い、シャッシャッ、狙って。よー、今ので最後のようだな。どうやら教団はすでに動き始めたようです。急がなければ。ねえ待って、ローランさんは本当。星の民といえば、これまでロキや三日星という者たちと出会ったことがあるが、いずれもなんというか。ああ、便利屋なんてやって空の世界。それにローラン殿がフォルカやテンペールの人々を守ろうとする。かつての僕は、この空の人々はあまりにもですが、遠い昔
この世界でできた最初の友が支え合い信頼し合う強いを僕にとってフォルカはそこに住むみんなは僕の大事な家族も僕は彼らと同じ時間は歩めませんしかし叶うならいつまでも彼らととせめて幸せであってほしいですから星の民一人の都合によって彼らをたとえ察しがいてでも気持ちは十分分かったぜじゃあ一緒に戦おう星の民にもいろいろいるもんね聖少女ですらくせえ話だがそういうのは嫌いじゃ皆さん今まで黙っていて僕がただ臆病だったんです星の民という正体をしてます団長くんありがとう決まりだなああローランドのと共にアンラマイの本体はシードフ、ええ、でもはいその時にリリスはどれどれよし随分と大ごとになってきやがったなとにかくシードホルムに戻るぞ空の世界に住まう人々に幸せであってほしいここまで旅を共にしてきたローランさんの全てがその言葉が真実であることを証明していた教団の長であるリリスもまた星の民でローランさんとどんな因縁があったのかはわからないだけど私たちはこの空を守りたい空の世界を破壊する星の世界へのゲートは絶対に開かせたりしないアビア教団の狂気はついに直接攻撃という形でシードホルムを焼きつつあった私とルリアの運命は空の行く末をかけた戦いになるその覚悟を抱き私たちは過渡に降り立ったこりゃなんだか大変なことになってねえか状況を把握しつつ急ぎましょう敵の狙い